ラツネツチカウは中国の言語学者。字の伝でも知られる。号は静か案。中国語の音音史詞研究で知られる。ラツネツチカウは北京で満州族の貴人の家庭に生まれた。同じ貴人出身の老者とは小学生時代の同級生だった。1916年に北京大学に入学。中文系を卒業後さらに2年間哲学系で学んだ。 1924年以降西安の西北大学で教え、その後アモイ大学、中山大学を歴任した。1929年に中央研究院歴史語源研究所が成立すると、張元人、利方、桂と共に研究員になった。張、利と共同でカールグレンのエチュードシュールラフェノロジーシノワーズを中国語に翻訳している。1934年に、 北京大学の中文系の教授になった。日中戦争で北京大学が西南連合大学として昆明に移転すると、その中文系の主任を務めた。中華人民共和国成立後は中国科学院語源研究所の初代所長となり、雑誌中国語文の編集長を務めた。長本人、理方カズに比べると、ネ熱チカうの研究内容はより伝統的な、 ものだったが、歴史語源研究所時代に中国語の音韻に関する論文を多く書いている。東語大西北法音は漢字音をチベット文字で記したクラカンタイ音資料をもとに、当時の中国語の音化を推定したもので、現在もしばしば利用される。トンコーなどの節音系印象を集めたものに、十音改変がある。中高に関する論文には他に、地鉄町娘音知高。 尺重計、尺内外転などがある。特に、地鉄町娘音チコはサンスクリット体音を利用して、カールグレンが公害化したハグキオ音と考えた、絶常音をソリジタ音に修正する論で、カールグレン自身のコンペンディアムを含め、しばしば他の著作で引用される。管理新南北町陰部演ン研究は、応印資料によって、上高音から、 中古音営の変遷をたどる書物で、本来は、全4分冊の大著になる予定だったが、第1分冊しか出版されなかった。中国語方言の音韻を研究した著作には、アモヨン系、臨戦音栄がある。没後に出版された文集に、ラツネ培う語源学論文選集、ラツネマスフミ集がある。ありがとうございます。